アイナです。ミオナです。アイミオです。はい、今日はミスドを焼いてみたっていうことで、今焼きポンデリングとかが入ってるじゃないですか。ってことで、たくさんのミスドのねドーナツを買ったので、はい、全部かわかんないんですけど、たくさん焼いて食べながらお悩み相談っていうことで、インスタのストーリーでねお悩みを募集したので、はい、それのお悩みを解決、はい、できるかわかんないけどしてきながらドーナツを焼いていきたいと思います。痩せたいのに痩せられない、どうすればいい？がおすすめのダイエットなんかやったらきつくない？一番朝の10時から夕方の6時までだったらいくらでも食べていいけど、それ以降を間食を取らない。あの、例えば早めに夜ご飯を食べて次の朝ごはんまでの時間何も食べないみたいな、その時間を長くしたら痩せるんですよ。16時間は何も食べない、何も食べない、8時間の間は何でも食べていいみたいな。あんまりさ、あいみょん給食食べに使ったんですよ、小学校の時。あんまり好きじゃないし、好きじゃないものを食べて太りたくないみたいな感じだったんですけど、中学校でアイナのクラスはみんな残さないの、マジで残飯ゼロだから、うちのクラス、うん、要は給食残せなくて気まずいから先生に怒られるし、給食食べないといけないんですよ強制的に。だからちょっと最近アイナのが太ってきちゃってる。ミオは残してるわけじゃなくて、まずミオが食べないのっていうか、いらないから、うん、お腹空いてないし、みんなが食べていくんでしょ。そう、みんなが、あ、じゃあこれもらってくねって言って、どんどん気づいたら机で何もないみたいな。みんながみんなはミオの給食奪っていきます。やっぱポンデじゃね、まず。おお、どうしよっかな。ポンデやろ。ポンデ最初は。じゃあポンデいきます。え、こっち側だっけ。どっち側とかないだろ。あるよ、両面焼くよ。焼くけど最初に焼くっていうのがあるの。そうなんや、うん、あ、もう焼けてる。貸して、順番があるよ。ほら、全然違う。そういうのがあるの？あるよ。コーティング一緒じゃないの？ポンデリング一緒じゃないの？じゃあもう行きます。行きました。おいしそう。見せて、うん、じゃーん、こんな感じできました。おいしそう。ちょっと音もあげるので。美味しいらしい。私も芸能活動したいんですが、自分に自信がありません。あいみょちゃんはどうしてますか？自分に自信あるもんね、あいみょない？ないんだ。この人めっちゃ自分に自信あるよ。芸能活動ってちょっとでも自分に自信ないとできないと思うから、まあ、自分に自信、全然自信大事。自分に自信を持つのは大事だよね、確かに。まあでも垢抜けを頑張ったら自分に自信が持てるから、やっぱり可愛くなって自分に自信を持つのが大事だと思います。筋トレとか頑張ってたらなんか自信つきそう。確かにね。でも芸能活動って結構みんなに憧れられる仕事やから、そのためにも垢抜けることも大事だから、垢抜けを頑張りましょう。行きました。1本でいただきます。いたずらしてくる男子がいるんですけど、それってどういうことですか？好き。それってどういうことなんですかって。あ、目に聞かないで。知らないよ、その子の本音は。好きなんじゃないですか。好きなんじゃないですか。いただきます。いただきます。まずはポンデリング。ダメです。キャラくん、うまっ。うんうん。彼氏と付き合って1ヶ月経ったんですけど、これからも長く続くためにはどうすればいいと思いますかに対して答えられないやん。あいみょはにさ、恋愛質問、うん、向いてない。でも頑張って答えたい派のほうもないみたいな。長続きするにはなんか作りすぎない方がいいと思う。でもこうキャラを彼氏の前で素を出しすぎるのもダメやけど、最初は出さないとさ疲れるやん、自分も素でってこと。うん、キャラポンめっちゃいい。自分も楽しいし相手も嬉しいと思う。作りすぎてると気まずいじゃん、いつまでたっても。みは一緒にいすぎないみたいな、一人の時間を作るみたいな。うん、言ってみたり言ってみたり。なんか飽きちゃいそう、ずっと一緒にいると冷めやすそう。なんか毎日一緒にいると友達との時間もなくなるし、たまに会うとかの方が価値観の違いじゃない。毎日会いたい彼氏と毎日会いたくない彼女みたいなやったらさ、喧嘩になったりするじゃん。わかんないです。相談解決になってない。仲間外れにされる。あいみょは2人で、うん、なんか味方っていうか、まあ、敵にはならないし。あいなさ、みおがやっぱりいるから、仲間1人になることがないからわかんない。うん、でもみおはから言えないけど、今クラス別々ちゃんか、うん、それで仲間外れにされたら結構辛いかも。まあ確かにな。仲間外れにされたらさ、どう対処法とかないよね。その人と仲良くなりたいと思わないから、違う友達を作るかも。全員に仲間外れにされてるんだったら、
それはもう分かんないけど、ね、多分全員がされてないじゃん、うん、だからその子たちと仲良くするのは自分的にも疲れると思うから、仲良くしたいんだったら全然いいけど、自分からアイナだったら違うこと仲良くするかもしれない、話しかけてみたり、うんうん、そうだね、あいい感じ、美味しそう、焼けました。私の好きな人が私の親友のことが好きで相談してきて辛い日、本当に片思い無理。好きな人がお前の親友好きなんだけどどんな人がタイプみたいな相談してきたんじゃない、好きピが辛いね、乗ってあげてんのかな、あるよね、でもそういうのたまにね、そうそう、でも自分だったらマジ辛いかも、諦める派、諦めれる、諦める、ああいうのも諦めるかも。いただきます。うんうんうん、食べてみて、やばい、でもハニーディップが一番好きかも。うまっ。あいみょんが大好きすぎて勉強が進まないので解消法を教えてください。勉強なんかしなくていいよ。あ、ダメだ。あいみょんもさ、頑張れって言ったけど勉強。あ、頑張れ。頑張って。失恋相手だから好きな人がめっちゃ私のこと嫌ってて席替えして席近くなってめっちゃ嫌な顔される。本当に嫌いだったらそんな顔もしんくない？あ、もう好きだから照れちゃっても。追い越してね、自分のこと見てるっていう自意識過剰なだけで本当は見てないと思う。そう、なんかもう多分ネガティブなのかな。弟がとてつもなくうざいです、どうすればいいですか。あいみょんは口答えするからさ、言い合いになるし、一回フル無視してみたらちょっと弟も落ち着くんじゃない。でもそのまま嫌なことされても、まあ無視が一番いいと思う。最近ね、友達だと思ってた人に裏切られちゃったの。 SNS で私が悪口を言ってるように編集して先生に見せて、私が先生に怒鳴られて反省文今書いてるの、もう信用できないよ。あ、つら、最低だな。内容とかをスクショして編集されたってこと、裏切られたってこと、え、かわいそすぎやろ、編集すんの、かわいそう。それはさ、じゃあもう自分の DM の画面を見せて証拠を見せて、反省文なんか書かなくていいよ。自分の DM の内容も持ってるだろうから、編集されてないのを見せたらいいと思う。反省文にやってないですとか書けばいいと思います。本当にそんなやつやばいです、やめた方がいいです。もう信用できないってみんな、でもその人みたいな人がやばいだけで、多分みんなそうなわけじゃないから。好きな人と LINE をしてても続かずすぐに終わっちゃうんですけど、どうすればいいですか。疑問系で伝えるもんね。まず好きな食べ物何って聞いて、丸々って返ってきて、ちょっとそれだるくない、嫌われるよ。好きな色何ってだるいって好きな服何、なんか続かないのはなんか話を自分から切り出したら返してくれると思うんですけど、ミュウがそれできないタイプで、今なんかキモい止まるかもと思ってちょっと DM したらもうすぐ無理やり終わらせます、自分から友達とかも。そんなにミュウ DM が苦手かも、やり取り苦手かも。え、友達とめっちゃ続けるタイプ、2時間ぐらいだからもう無理やり絵文字とかで終わらせたりする、書き読無視、めんどくさいタイプ。 LINE めっちゃ友達と LINE するの好きでさ、ずっとしてるよね。お風呂前とかに始まるともうお風呂入れなくてしすぎて、お風呂入りながらしてるじゃん、コーチとかとシャワー浴びながらしてるやめろって学校に行きたくありませんとか、あの先生担任が言いやすいって不登校です。うわ、担任嫌なのきつ。でも、あいね、行きたくないなら行かなくていいと思っちゃうタイプやから、うん、今中学生、ぶっちゃけ話なんですけど、初めて言うんですけど、今中学生だからもう言っちゃうんですけど、小学6年生の後期1回しか学校行ってなくて、ずっと不登校だったんですよ。なんなら後期より前から、うん、結構もう6年生ほぼ行ってなくて、まあ理由はちょっといろいろあるんですけど、まあ辛くて学校行ってなくて、面倒くさいとかそういう安い、なんかだるいとか行けるなら行きたかった、行けるなら行きたかったけど、辛いっていうか、まあなんか不登校、いろいろあって不登校だったから、あいみょんもめっちゃその気持ち分かるんですよ。学校に行きたくないっていう気持ちは分かるし、うん、でも、あいな的には、無理して。そんな無理して行く必要はないと思う。普通にめんどくさいとかだったら絶対休まない方がいいし、うん、行った方がいいけど、たまにならいいけど、学校の友達関係で辛かったり、うん、本当にそれで無理して学校行って死んじゃう人だっているし、そんなんなら別に学校に無理して行く必要はないかと思うから、うん、自分が行こうって決めたら行けばいいし、うん、行きたくないならもう不登校でも全然いいと思う。担任が嫌だとかは、でも本当にその先生とかがなんか全部自分のせいにしてくるとかは、セクハラだったら校長先生に行くけど、相談室とかのさ、相談室が良い、うんのクラスとかもある。あいみょんはでも不登校だった時は別にずっと家でダラダラしてとか、うん、ゲームしてとかじゃなくて、その時期は、うん、あのちゃんと YouTube の撮影をしたり YouTube の編集をして
仕事とかにちゃんと時間を使ってたから、うん、まあ、芸能活動してなかったら家で勉強するとか、うんうん、ずっとダラダラしてたらそれはあんまり良くないし、うん、学校行けってな、自分的にも嫌になっちゃうっていうか罪悪感あると思うから、うん、できることを探して家でやるのもいいんじゃないかな、はい、家で勉強やれば、うん、でも毎年中学生になってから毎日行けてます、楽しい、仕事以外休んでません、疲れてても休んだりしません、うん、行きたい、楽しい、みんな優しくって楽しい、周りみんな好きな人がいるんですが好きな人ができません、どうしたら好きな人できる、わかんない、無理やり作んな方がいいでしょ、うん、ね、そうだよね、好きな人って無理やり作ってもすぐ多分冷めちゃうから本当に好きってなったらいいんじゃないかなと思います、いずれ会われると思います、うんうん、勉強でモチベ上がるやつとかありますか、ないっすね、ないっすね、勉強してないっすね、あ、網を応援してる、なにちゃん、うん、せーの、かんなちゃん勉強頑張ってね、ファイティング、ね、最近やればできる、最近さ、会い直しとか見よう直しとかさ個人で押してくれる人が多くない、普通に押しじゃなくてもフリー画像として使ってくれるのも嬉しいです、なんか使っていいですかって聞かれるけど使っていいですか、やればできる、はい、ということで焼き上がりましたソーセージパイ、おいしそう、え、先食べてよ、いや、ウインナーのとこ食べたいからパイのとこ食べて、うまっ、ザクザク、いただきます、ちょっと熱、うん、うまいことフェチ、これすごい落ちる、好きな人に振り向いてもらえる気がしません、どうすればいいですか、ちっちゃいや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 、どうすればいいですかあーってこと、男子がめっちゃじゃあ女子にアプローチするとなんか成功する率が高いと思うんで、うん、女子からアピール、弱いから推しに、でも女子が男子にわーって来すぎると男子はちょっと引いちゃう、追いたい派だからね、だから押して引いてみる作戦とかね、一回押して一回引いてみるとかやってみたらいいんじゃないですか、知らないけどね、あゆみやちゃんのようにメイクがしたいけどうまくいかない、でも練習しまくるしかないから、2年生ぐらいの時からメイクしてたけど、アイラインとかもう見ずにも描けるぐらいもう練習してるから、最初の時マジで描き方分かんなかったけど練習あるのみって感じです、アイナが参考にしてる人はハウスダストちゃんです、前のハウスダストちゃんがいなかったら生きていけないってぐらい助かってる、うん、ダンスが上手くなるコツ、練習する時間が一番大切だから、どんだけ練習するかが大切なので、とにかく練習しまくったりでも、ね、うん、チーズケーキやん、うん、レモンケーキの味する甘いもの食べ過ぎちゃって、じゃーん、グラタンの匂いだ、うん、どっち派、さっきのと、なんかこっち派、あいみょんじゃん、なにみょんにも見せて、ちょっと見せて、読む前にあいみょんに会った時に側転で追いかけられるように練習してる3回しか続けなくて病んでます、読まないで、そんなことで目にいっぱいパイついてるで、面白い女って感じ、え、マジ嬉しいかも、それ会った時に側転で 3回ぐらい連続で追いかけられたらめっちゃ嬉しい、追いかけて、髪の毛にパイついてる、でも3回しかできないのか、5回にしてくれ、せめて5回連続目指して頑張れーということで、もっとあいみょんミスドいっぱい食べて悩み相談してみました、多分あんまり解決できてなかったかもしれないですけど、まあ、ちょっとでも解決できたり、このお悩み聞いてほしいなったってまた質問集めるのでやってくださいっていうことで、この動画がいいなと思った人はチャンネル登録ミスドいそうだったね、バイバーイ、キラはきっと純粋な子には優しいの、大好きなんだけど、あいみょんキノコ。